こんにちは、サダビエルの新田です。今日はフケの悩みについて、フケの出にくくなるコツをお知らせします。私も実は子供の頃からフケ症で、常に悩んでおりました。専用のシャンプーを使ったりヘアトニックを使ったり、洗いが足りないかなと思って毎朝毎晩1日2回も、シャンプーをしていたこともありました。でも全部間違ってたんですね。フケの最も大きな原因の一つは、頭皮の乾燥なんです。洗いすぎて、頭皮が乾燥してさらにフケが出るという悪循環を繰り返していたんですね。頭皮の油分が、正常に整うと、自然とフケは止まります。実は、シャンプーをしすぎて、油を取りすぎてしまったのが、フケが出ている原因でした。お分かりいただきましたでしょうか。サダビエールでは肌を育てるスキンケアをでお客様の肌の悩みにお答えしております。肌でお困りのことがございましたら、フリーダイヤルではございませんが 0573-264120、 または、ホームページ http://www.suhadabi.co.jp までお問い合わせください。次回は、冬眠肌をトラブルにしないコツを皆さんにお知らせします。ではまた。Thank you.